リキュー殿は節操と同じ。 戦乱の日の元、背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。
夢のためとはいえ、情けなくて捨ておったか。
敵方は劣勢。ここで流れを変えねばならん。わしと戦う殿は家康様と合流し、敵方の主力を一気に叩く。アンズル、それがしと。 怪しげな気が濃くなってきよったの。トキシロを止めねば、この国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。
来たか。 茶も出せんが。 まあゆっくりしていけ。 お前と俺は 2人で秀吉。 天下を取ったら この国を半分やる。 どうだ。 関羽はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。 欲しかったら拾え。強情な奴だな。だが死ぬ奴には何も嫌な。
ても買ってもキリがないわ。全て枯れって教えられた。あいつやあなたと会ってなんて早くまたすぐあと
力があれば、お前はもういらん。再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。パンベイと二人でずっと待っておった。また会える日が来るとは。すっかり大きくなりましたね。史上はこれまで、今は喜んでばかりはいられません。あなたが倒れた後、藤吉郎は国中の霊石を奪い、その力をもって日の本を手中に収めてしまいました。あの者を止めるための手がかりは今日の平等院向かってくれますか。ありがとう。あの者を止めることこそあなたの定め。どうか気をつけて。重き定めを許してください。いらっしゃい。
久しぶり。お互い死なずに済んだよね。ここにあなたが来るって、あなたがいない間、藤吉郎の動きを探ってた。相変わらず藤吉郎は好き放題で、利休も嘆いてたわ。無理難題ばかり押しつ、それにしてもここ、赤、調べてみる価値があり。ああ、誰かが竜神様の像にいたずらを。フラチナ、あやかしが次々と鬼を気に入というあの伝説の侍がいれば、
の古の荒玉がここに眠っておるはず。にしては騒がしいの。白卓なら詳しいじゃろ。伊達に年は取っておらんだろうからの。年寄りに年寄り呼ばわりされるとはのう。ここに来る最初はかつて自分の恐怖に陥るのが恥ずかしいばかり。この国の平和の欲張りだからが目をつけたのかもしれませんの。
生きていたとはな。しかしいいところに来た。あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。
藤吉郎はついに天下人へ上り、さらに多くの流血を生んでいます。無名殿の言うあやかしを滅ぼす刀、